プスさんから届いてるよ。ありがとうございます。2通目かな。 ME にはむーちゃんグッドイブニング、ラッシャーさんのリクエストセレクトソングね、朝倉美希さんのヒーロー、私はかつてプロレスのカメラマンでした。じゃあもう今週聞いてくださいよ。またプロレスの曲ねきっとかかりますから。ジャイアント馬場さんやアントニオ猪木さんの近くで取材をしていました。すごいな、もうヒーローですね本当ね、私たちにとってね。アントニオ猪木さんからある女性歌手の写真が欲しいと頼まれたことがあります。猪木さんは朝倉美希さんのヒーローがお気に入りだったようで、私が撮影した朝倉美希さんの写真をプレゼントしたらとても喜んでくれました。もしかしたらスクールウォーズを猪木さんも見ていたかもしれませんねといただきました。ありがとうございます。スクールウォーズ見てましたかね。朝倉美希さんが好きだったんじゃないですかね。だってさ、朝倉美希さんって本当に小柄なんだけど、グラマラスで歌は本当に迫力満点で上手でね。いやー、朝倉美希さん素敵だなと私も思いましたよ。で、結構あの最近でもないけどヒーロー歌ってるのを聞いたことありますけど、上手ですよね。本当に魅力的な女性でした。トゥーバンブスさん、またメールお待ちしてますね。ありがとうございます。いやー、今日はあっという間にエンディングです。